はい皆さんこんにちは。レック専任講師の荒川修一です、えー。これよりあの本試験直前。 を迎えられている皆様に対してまあ応援のねメッセージということであの短い時間ですけれども。まあ一言あのお話ができればと思っています。あの直前の直前期で本当にお忙しい大変な時期だと思いますけれども。何かの参考になればということで、まあちょこっとだけね、お話をさせていただきます。ということで、直前期の皆さんに何をお渡ししようかなということで考えたんですけれども。例えば、絶対に出る論点なんていうのを私からお伝えすることは残念ながら難しいので、そうですね。 まあ最近私も私の師匠からえ教えてもらったこう緊張しちゃってこう気持ちがふわ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 ってこう上がっちゃってる時にちょっとでもそれをこう落ち着ける方法まあ深呼吸のやり方なんですけれどもこれをちょっと聞いてきたのでこれを皆さんにねお渡ししてなんかもし本試験の会場とかであのドキドキしちゃった時に使ってもらえればなと思いますま。普通に深呼吸すると こんんな感じでで吸ってるんですけどなななかなか深い呼吸になりませんどうしても力が入っちゃってますのでなので力が入ってる時っていうのはもう思いっきり力入れちゃってくださいもう肩をグッとこう上げるぐらいもう本当に力を入れるようなぐらいと吸い込んで一気に落とす,もう,一回やります、ね、もう肩を上げちゃうような感じで息も強くと吸い込むような形から肩を 落とすこんなようなことを少し何回かやっていただくと少しこう上がってきちゃってる何かがちょっとずつこうこれ実は私も毎回収録をやる前にやってるんですけれどもあのちょっとね緊張しちゃうな普通の深呼吸だとどうもあの落ち着きが取り戻せないななんていう感じている方がいらっしゃったら肩をしっかり上げて力を入れちゃう思いっきり強く吸うそしてフ 抜くね。こんなような形でちょっとでも深呼吸をしていただいてベストパフォーマンスに近いね状態出してきていただければと思います何かの参考になればいいかなと思いますそれではで、ね、本試験ね最後まで諦めずに頑張ってきてくださいいってらっしゃい